7日目の朝です。おはようございます。おはようございます。はい、ということでですね、本日は、まあ、仕事2日目になりますけども、はい、ここどこですか？ここは結婚式場です。そうなんですよ。そんなね、こんな綺麗な曲僕ら弾けるかなと思って昨日から心配しとって、そうなので今日はちょっと結婚式、僕のあの中学校の時からの、 あの友人というか、なんというかお兄さん的な存在の方が結婚するんですけど、カメラマンなんですけど、そう本当になんかいろいろね、思い出がありまして、はい、まあ、思い出は後々、はい、で今回はね、あのちょっと打ち合わせのところもちょっと撮っとこうと思って回しておりますけど、はい、今日も KK さんに撮ってもらってます。おはようございます。でもこの声多分聞こえてないよ、マイクがこっちあるけど。あ、これマイク3本にしたら聞こえるってことよね、要は、うん、そうだけど、どうやってつなぐのかな。確かに、うん、今ね、メガネで目がピカピカになっとうらしいけん、ピカピカのままでもいいけど、ちょっとこの綺麗な人へも見せとこうと思って。はい、で曲目を、曲目どうする？曲目まずカーペンターズね。うん、昨日も一番最初から入ったけど、やっぱあれ結構受けいいよね、 YouTube でも、うんうん、いいと思うんで、まあカーペンターズメドレーは絶対やろうと。あとご指定があった、うん、あとはあとは情熱違う、うん、そうだね、情熱タイ、情熱タイ、それは最陸は締めのやっぱで、今あの打ち合わせなんで、あの言っちゃうんですけど、なんかこうやっぱ楽しませてほしいって、お客さん、お客さんというかのその会場に来た方も新郎新婦も楽しみたいって言われだったので、チェロを持ってあの動き回ろうかなと、その席とかをね、の方が多分楽しいと思うんで、でこうパフォーマンスありきの情熱大陸をみんなにお届けしようかなって、最後はまあ曲目は、あでそのなんだっけ、マネージャーさん、結婚式場のプロデューサーさんっていうのかな、プランナーさん、プランナーさんからあの、ね、リクエストとか答えてもらえるんですかみたいに聞いてたから、ね、もしリクエストがあればちょっと美味しいかなって。でも20分なんですよ、決められた時間は。ちょっとオーバーしても別に、まあ40分ぐらいはいいかなって。はい。それは倍か。倍はやばい。お腹見えてるよ。昨日すごい疲れてて、あのこそっと寝室の幹事が寝てるとこ、寝室開けたら、あの目開いたままこうやって寝てて、いびきかいてて。マジ？マジで。やばいんじゃないですか。で、もう笑い止まんなかったから、グワンって思いっきり開けたら、開いてた目が一回パチってなって、どうしたみたいな、めっちゃおかしかった。でお風呂入らずに、もう本当になんか髪カチカチのまま枕にこうやってなってて、びっくりした。本当に本当に疲れたんだ。でもね、聞いてほしいのが、昨日の夜中、あのみんなをね、3人を送り出してから下のね、までやってた唐揚げ屋さん、お弁当屋さんで、あの何盛りって言って、メガ盛りだ、メガ盛り、メガ盛りの7個入りぐらいかなの唐揚げと一緒に、あの、いや、あそこ美味しかった。でその後にローソンに入って唐揚げ棒を買ってて、マジで食ってたよね。で唐揚げ棒を食べた後に、まあ家に帰って、でこう大福もみたいな、メガ盛りの大福、大福食べて、バームクーヘン食べて寝てて、可愛いって言われるキャラクターだから。いやでもさ、だとしてもよ、100キロになりましたとか言ってたらさ、ちょっと引かれるよマジで。ここピー入れるから、入れてください。最初1曲目カーペンターズメドレー、はい、で情熱大陸、2曲目でミーシャさん、
あ、3曲目って言ったっけ。3曲目がミーシャですね。で、2曲目が新郎さんに向けての即興ソング。3曲目がミーシャ、4曲目がリクエストコーナー、ね、そうだね、4曲目リクエスト、情熱大陸だね。その感じで行こうと思う。このプランだったら20分余裕で行くと思うので、うん、20分じゃちょっと過ぎるぐらいかな、多分ね。だから多分ちょっともうちょっと聞きたかったぐらいが多分一番美味しいと思うので、うん、そんな弾きすぎずやりすぎずでも良かったよねって言われるような演奏を今回はね、やっていこうと思います。はい、まあでも曲目は決まったし、はい、で僕らは1時10分なので今そろそろぼちぼち着替えて、うん、準備を始めし、ね、しましょう。というわけでまずは着替えていきます。はい、手拍子お願いします。Thank you.
ちょうどアルバムを僕が出しまして、はい、こちらになるんですけども、ちょっと出していただいてもいいですか。こちらのね、アルバムを昨日出したばっかで、これをちょっと2人にプレゼントさせていただきたいなと思いまして。昨日リリースですね、ばかりできたね、もやみやのアルバムの、昨日できましたね、本当におめでとうございます。ちょっとお送りいただきましょう。記念写真をぜひ、はい、新郎の新子さんと、はい、鈴木さんの、本当に素敵な空間に包んでくれました。ありがとうございます。大丈夫やったらね。何が？いろいろ。いろいろ？動きそうなことあるから。動くのはみんななんか喜んで。あ、喜んでます。大丈夫ですか？あ、よかったです。すみません。本当に。私がスポットで遅れました。あ、全然全然。すみません、ごめんなさい。最後ね、多分コブコブじゃなかった。あやか。コブクロ？あれ違うっけ？コブクロとあやかさんじゃないっけ？挨拶の前じゃなかった。すみません。お肉屋さんに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。改札の前へつなぐ程度で。それもあれ。すみません。好きますね。そう、反社の方がいらっしゃって。あんなこと言っちゃった。いや、ちょっとね、何時サングラスかけてんだろう。眩しいのかなって。で、サングラスかけてる。中学校の時。中学校の時夜もサングラスした。まあ、その。いや、めっちゃ楽しいですね、やっぱり。その音楽がこう、ね、いろんな人をこう元気づけるんですけど、子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんもみんなこう一緒になって楽しむっていうのが、やっぱ音楽のあるべき姿だと思うので、本当に音楽を皆さん楽しんでください。それを伝えたいです、僕は。はい。というわけで、今日はこんな素敵な結婚会場にお邪魔したんですけども、いかがだったでしょうか。これで2日分の仕事がいろいろと終わりましたけども。この続きは東京になるのかな。はい。では本日はありがとうございました。そしてこの動画を見てくれた方々、チャンネル登録、そして高評価、そして僕のオンラインサロンの方もやっております。こちらもクリックして登録して。映像の一部はオンラインサロンでしか公開されない。そうなんですよ。映像の一部は本当にオンラインサロン限定の人だけが見れる特典のような、はい、動画になっておりますので、皆様にね、見てみてください。3時ももちろん出ておりますので、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。